ソードアートオンライン新章突入。妖精と魔法の世界アルブヘイムオンライン。空を舞台に新しいゲームが始まる。ソードアートオンラインロストソング。アルブヘイムオンラインで新規に実装された大陸スバルト・アールブヘイム。空を自由に飛び、この世界の攻略を目指せ。空を舞台に戦いが始まる。自由に行動し、剣と魔法でこの空を駆け抜けろ。空から地上へ、シームレスでこの世界を探索することが可能に。またこの大陸にはダンジョンも数多く存在し、冒険の幅が広がる。冒険を進めるのは3人パーティー。自由に組み合わせを選ぶことが可能。この物語を紡ぐのは君が選んだプレイヤーたちだ。腕が鳴るな。ねえキルト君、絶剣って知ってる？お兄ちゃんもこういう子が好みなんだ。もうリズさん、聞かなくらないでください。さあ、新しい素材を見つけるわよ。あそこに行くのはなかなか骨が折れそうね。どんな新しいお宝が眠ってるのかな。みんな、準備はできたか。新たな出会いと別れ、待ち受けるのは光か、それとも闇か。古の大陸スバルト・アールブヘイムで響く光と闇の歌。さあ、新しいゲームが始まる。ソードアートオンラインロストソング、2015年3月26日発売予定。豪華7大特典が詰まったプレイステーションビータ初回限定生産版も同時発売。詳しくはホームページにて検索。バンダイナムコ